Yeah!
主審桂義弘、副審杉村太一郎、畑貴則、鴨志田裕樹、橋爪秀彦、どっちが当てる、冗談かって、どっちが当てるなって、決勝戦、本戦1分半、延長戦1分半、勝敗がつかなかった場合は、体重判定3キロ以上の差があった場合、体重の軽い方が勝者となります。小学校1年生の決勝戦を行います。
ルッキャー前蹴り、前蹴り、打ち回し、まだいけるぞ、まだいける、ルキ買った。体重判定に。買っただ。買った買った。ワゲなんですけど。ドワゲやドワゲ。買っただ。申し込み出してから体重増えとこ。あの増えとこ。さっきは23キロって言われた。23。でも本当は23キロ。ドワゲ。どう？あのドワゲでかいもん。シーハラ大輝何キロ？1キロとか言ったらあれ10キロ。でも3キロ以内やったらあれ認められるの。3キロ以上の差があった場合、体重の軽い方が勝者となります。ゼッケン60番、椎原大輝選手、25.0kg。 ゼッケン90番、安保ルキア選手、22.5kg。 3キロ以上の差がありませんので、これより最後の延長戦。小学校2年生の部決勝戦を